おはようございます。時事雄造です。時事雄造的日々の世界をスタートしたいと思います。こちらにありますアボカドですね。このアボカドはですね、2024年3月の29日金曜日に購入してきました。まあ、柔らかいから大丈夫と思います。アボカドの種をですね、庭にですね、地植えをしたいと思います。早速ですね、種を取り出してみたいと思います。まあ、アボカドの切り方いろいろありますけどですね、一番取りやすい方法でですね、してみたいと思います。まあ、中はこんな感じですね。こちらが種になりますね。まずアボカドもですね、種を取り出したいと思います。きれいにちょっと出ましたね。と、これともう一個ありますから、こちらで切りたいと思います。もうちょっと下が食べ頃だと思いますけど、一応今日のですね、夕食でもちょっと食べたいと思います。こういう感じですね。2個ですね。アボカドも種類がいろいろあると思いますけどですね、こういう感じで2個こう種ですね。この種をですね、庭に植えるということです。まあ、その前にこれにいろいろこうアボカドのですね、実っていうのがついてますから、ちょっと水でですね、きれいにちょっと洗っております。ぬるぬるしますからね。これで大体もう全部取れてみたいですね。これをですね、庭に植えるためですね、水の中にちょっとつけておきます。とこちらもですね、周りについてるのをですね、もうちょっとで落ちますね。はい、こちらもですね、きれいに取れたみたいですね。こちらも同じようにですね、水の中につけておきます。アボカドを、こんな感じで種を出してきれいに洗ってですね、水につけておって、それをですね、庭に植えます。はい、前回のですね、ここにアボカドのですね、種が2個ありますのでですね、これをここにですね、植えていきたいと思います。ここに2個あります。ここに1個だけちょっと植えますのでですね、1個だけをちょっとしたいと思います。こう見た場合ですね、どっちが上かというとですね、これは、おそらくこっちが尖ってますけど、こちらが上だと思います。その前にですね、ここにですね、ちょっと肥料としてですね、発酵牛糞をですね、軽くですね、軽くこう巻きたいと思います。で、その上からですね、こちらにあります刺し目種まきの筒ということでですね、こちらを上から、アボカドの芽が出やすいようにですね、これでちょっと巻いていきたいと思います。でこの上から少し泥をですね、普通の泥もかけまし て, です、ね、してさっきのこれをですね、ここにちょっと植えますね。こういう感じですね。軽くすると上の方から軽く泥をですね、あとですね、これに加えてですね、芽が出やすいようにしたいと思います。で、ここにですね、これでさっきのアボカドのですね、先端がちょっと見えないぐらいですね。今日熊本市もですね、気温が22度超えということでですね、アボカドの場合は20度超えたら大体芽が出るようになりますから、2週間から3週間見たらここどうなってるかちょっと見たいと思います。これにですね、ここにありますですね、
植物活力素ということでメネデールですね。これでですね液を作っております。これが大体、100倍と書いてありますけど、今回はですねちょっと200倍にしてます。こちらをですね100倍を200倍、それを薄めたのがもうこちらになります。これをですね今日かけたいと思います。土がこう湿った状態ですからね、今から熊本市の場合は明日も明後日も天気がいいということですから、この土が乾燥しない程度にですね水をやりたいと思います。でさっきのですねこちらのメネデールはですね毎日じゃなくて1週間に1回ぐらいちょっとこれで薄めて、まあ、200倍ぐらいで巻きたいと思います。ということでこちらがですね1個植えました。あと1個はまた別のとこ植えます。まあ、1個植えましたからこれが2週間から3週間でですねおそらくこの辺からシュシュッと芽が出ると思います。まあ、その状態またですねできるだけ早めにですね投稿したいと思います。まあ、そういうところで庭にですね、まあ、もう1個ありますけどこのアボカドのですねこの1個ここに植えたというところで、それとこれはちょっと種類がいろいろありましてですね、これはアボカドでもですね一応メキシコ産なんですけど小さいですねスモールの種になりますね。まあ、そういうことで今日はですねアボカドを植えましてですねこの成長を期待したいと思います。まあ、そういうことで今日は終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。それで終わります。